今日はドライブタウン。一つ目はこのおもちゃだよ。これはパトロールカー警視庁って書いてあるね。それじゃあ取り出して遊んでいってみよう。よいしょ。これで取り出せるかな。これで取り出したね。そしてこれがパトロールカー110、110番だね。電話の番号が書かれてあるよ。そして警視庁、英語だとポリスっていう風になるんだよね。でこの車はプリウスかな。プリウス、ハイブリッド車のプリウスだと思うよ。やっぱり燃費はいい方がいいからね。そしてプルバック走行って言って、こうやって後ろに引くと前に走り出す、こんな感じ。後ろの車輪がくるくるって回って、そして勢いよく走り出す、こんな感じで遊ぶことができるんだよ。それじゃあ二つ目はこれ、ブルドーザー。ブルドーザーだよ。ブルドーザーもフルバック走行ができる。それじゃあ中から取り出していってみるよ。よいしょ。取れるかな？あ、取れた取れた。こんな感じ。この大きなショベルで土を掘ったり押したりしていくんだよね。雪をこうやって持ち上げたりもできるんだよ。それじゃあフルバック走行してみようかな。よいしょ。あ、結構ゆっくりだねこれね。重さがあるからゆっくりゆっくり走っていくよ。でも後ろの車輪が勢いよく回るんだよね。外してみるとこうやって勢いよく回ってる。でも重さがあるからかなりゆっくり走るんだね。それじゃあ今度はこれ、これにするよ。これは RX8、 とっても速いスポーツカータイプの車だよ。よし、ここから取り出していってみるよ。よいしょ。こうやって取り出すと、これが RX8 っていう車。とってもかっこいいよね。そしてとても速そうな車だよ。これをフルバック走行してみよう。こうやって引いて走らせる。速い速い。とっても速い車だね。この後ろの車輪の勢いもやっぱり一番速いよ。すごいねこれね。そして最後の4台目がこれ。これはレッカー車。車を引っ張ってあげる大きな働く車だよ。よし、これを取り出していってみると、よいしょ、こんな感じ。ここに引っ掛けて、そしてこうやって引っ張ってあげることができる車。車が動かなくなった時にこのレッカー車で運んであげるんだよ。これがこうやって上に引き上がって、そしてよいしょ、ここにこうやって車輪を置く感じになるんだね。そうするとこの鍵で引っ掛けて、ここに落としてあげて、そして車輪を浮かせてこう引っ張るんだね。よし、こんな感じでできるみたい。それじゃあこのプルバック走行も見ていってみようかな。速く走れるかな。あ、かなりゆっくりゆっくりだね。やっぱり力持ちの車だから、こうやってゆっくりゆっくり引っ張ってあげられる。これもしかして
引っ張ったら引っ張れるのかな。ちょっとやってみようかな。こうやって後ろに後ろに、そしてあ、引っ張っていけた。こうやって遊ぶこともできるんだね。ドライブタウンのプルバック走行車、働く車、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。